よう旦那、また商いが必要。じゃあな、旦那。
Thank you.
皆の衆、わかっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために、命を捨てて参ろうぞ。我らこそアシナ、不当のアシナ衆よ。
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために、命を捨て。
狼。では。
Oh!
じい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬよ。おじい様のご様子はどうだ。参る。再び間に合おう。
参る。死ぬ。再び間に合う。Thank you.
名主、ラッパ者を見なかったか。この辺りに逃げてきたはずなのじゃが。おお、そいつはどんな格好だ。黒い傘じゃ、黒傘の小男じゃ。だがこの辺りを通った者はおらぬがな。タヌキか、あるいはムジナか何かと見間違えたんじゃねえのかい。もうよいわ。だからよせっつったんだけどな。まったくしつこくって嫌になるぜ。めんどくせえ。おめえはヨタカの衆か。いいよ。まあそうだろうな、風情がちげえ。だがどうやら同業だ。俺は黒笠のムジナ、おめえは。愛想のないこった。しつこい追っ手に仏頂面の忍び、アシナの連中も外で騒いでな。まったくいい日だね。お主抜け人か。まあそんなところだ。ところでよ、ちっと銭が入りようなんだが、品はあれど裁くあてがねえ。おめえみてえなやつを
待ってたところだぜ。銭が貯まるまではここにいるからよ。気が向いたらまた寄ってくれや。
塩が足らぬと申すか。へえ、食うのはもちろんですが、傷口や仏さんの清めにも入りようでして。これだけ人死にが続いてはということじゃな。へえ、おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか、なんとかして塩を手に入れねばな。
落ち谷の鉄砲取りで噂以上よ。備えなきは無謀であったわ。懐かしい先方寺の鐘が聞こえら。
ンさん、何か用か。ではな、また。よう、旦那、また飽きない。じゃあな、旦那。旦那、侍たちが。本当ですかい、旦那。ああ、塩が足りぬようだ。なるほど、塩か。食うのはもちろん、死人の清めや怪我にも使う。戦場で死体が腐れば流行り病も道理ってわけだ。みんな塩がなくて困り果ててる。そいつは儲け時ですね。なーに、塩があれば助かるものが多い。多少高く売っても罰は当たらぬでしょう。そうと決まれば塩を工面せねば。旦那、ありがとうございます。じゃあな、旦那、塩がうまく売れたら新しい品を仕入れやす。その時はぜひ。
このねぐらは全く具合がいいぜ。次から次へと客が来ら、まあ銭落とす方の客なら歓迎だ。おめえ知ってるか、このアシナの城にはな、外からのネズミがワンサと来てら、そういったネズミをよバッタバッタと切りまくるおっかねえジジイがいるんだぜ。天狗の面か。おお、おめえも見たのか。ああ、話だ。そいつは驚きだ。よくまだ首がつながってるもんだな。このアシナの城にそういったネバッタバ。知らぬ。そうかい、鬼行部とかいうやつがいた大手門、その傍ら蛇谷のそばに櫓がある。多分ジジイはそこにいるぜ。ずいぶん詳しい。死にたかねえからな、あのジジイ。ネズミとムジナの区別がつくか怪しいもんだぜ。あばよ。お前さ、また久しくらいなら貸してやる。
そこもとか、それがしを使う。では承知。この社には行き場を失った者が集うようだ。現にそれがしもここにおる。だからかのう、そこの賽銭箱にも時折何やらな。またくそこもとの。旦那旦那、聞いてくだせ。塩が高く売れたんでさ、おかげでまあ銭もたんまり、仕入れもがっつり。さあさあ、新しい品もありやす、買っていってくだせ。聞いてくだせ。商いの話か。さすが旦那、察しがいいですね。どうも最近気なくせ、戦の匂いがしやす。この木に乗じりゃまた一儲けできそうだ。そこで旦那にお願いしたいことがありやす。なんだ。戦場あさりのための人手、それが欲しいんでさ。戦場にはまだ死体がゴロゴロと転がってやす。ありゃ宝の山だ。あされば
槍も太刀も鎧兜も手に入れ放題でさ、戦自宅となりゃ武具が飛ぶように売れやしょう。どういった人手が欲しい？そうですね、戦場あさりは汚れ仕事で力仕事、でかくて力のあるやつを一つお願いしやす。Oh, yeah!